味。なんかあれかな。あれ飲んでみる。上手できたかな、宇治薬品の。宇治薬品の上手できたか。飲んでみるか。薄めて作っといたんだ。リンゴ酢ね。吉田さん、話すことないと眠くなりますねって。そうですね、やっぱり傾いてきた眠いでしょうって。そんな、でも、アンチがいねえから今日はいくらかね、睡眠とってないけどね、いつもは怒るからさ、眠くなるね、カッカ来るね。今日アンチいないからね、今日はね、富士薬品のね、リンゴジュース作っといた。この夏持つかなと思ってさ、冷えてるかな。さっき作ったでなんだけど、作ってあるんだけど、どうだろう、ちょっと見てみるか。ああ、手が届かないな。あ、ちょっとまだ冷えてねえかな、作ったばっかりだから。ね、こういうの作っといた、富士薬品ね。あのね、あれがあるのよ、メモリが777っていうとこね。このメモにね、7、原液を7つ入れろ、7までね。ほんでお水入れてね、冷やすの。アンチ関連ブロックしたからね。そうだね、フラ先生ね。たまちゃん、元気ですかって。はい、元気です。寝てますね。ちょっとね、リンゴ酢飲んでみます。富士薬品で買ったんです。まだいっぱいあります、原液が。いくらでもね、これできます。これにね、自分で作るんですけどね、7メモリー原液を入れて、あとはお水をいっぱい入れる。体にいいんだそうです。そんなにいくつも買えないからさ、とりあえず1つ買った。まあ小さいのネタ買ってもらうより自分で作った方が安いかなと思って。よしこでいいか。よしこで。よし、あとは。これも暑いから入れといた方がいいか、野菜な。野菜も傷んでるな。野菜も傷んでるね、入れとこうか。よいしょ。たまちゃんのエビだって傷んでる。このところで出しといたらね、ダメだね、おじい。おじいさんだめだよ、エビをこんなとこに出しといたんじゃ。どうしようね。何もできないんだよな。これでいいんですか。よいしょ。いや。
なんとかなった。よかった。よかったよ。今日は、あれね。そう、空之助ちゃんも来なかったかな。最初はってね、うん、空之助ちゃんどっか行ったかも。お休みだから。いつも来てくれる、体操終わるとね。うん、来ないときは夕方来てくれるね。空之助ちゃん。エクランはまあまああるんだよ。94もあるね。エクランまあまあだ。リンゴジュース美味しいわ。今リンゴの黒酢、リンゴ酢飲んでる、うん、富士薬品のね、美味しいですよ、うん、うん、美味しい、うん、アイス増えねえね、あとは夜しかねえかなってねえ、なんかね、閲覧もあるんだよ、90いくつもあるの、おかしいね。ナイス、どっか落ちてないですか？あったらポチッとよろしく。あぶね、あぶね、あ、暑いね、ね、リスナーさんがもう来なくなっちゃった。どうしたんだろう。上ね、最高好きねえねえって、本当最高好きねえね、うん、困ったもんだね。うん、ナイスが足らないのでよろしくよろしくお願いしますね皆さん、95名の閲覧の方よろしくよろしくお願いします。